クロビス一世、クロビス一世、466年頃から511年11月27日は、メロビング朝、フランク王国の初代国王、在位481年から511年である。日本では、大半の書籍では、フランス語読みのクロビスでなく、英語の愛ドイツ語読みに近いクロービス一世の表記が用いられる。 クロビスは一夫多妻制の生活を送っていたが、妻の一人であった王妃、クロティルドの影響で、キリスト教アタナシウス派、カトリック教会に改修して、これを保護したので、ガリアでの布教活動に大きな貢献があった。サリー・フランク族の王キルデリク一世を父、の母として、トゥルネー、ゲンベルギー領で生まれた。当時は、現代のフランス・ベルギー国境付近のトゥルネー。 カンブレイを中心とするライン川定期西部を占めていたに過ぎなかった。481年に即位したクロビスはライン川北岸のフランク人を統一、486年にはガディア北部を支配していた西ローマ系軍閥のアフラニウス・シュアグリウスをソアソンの戦いで破り、半島一挙にロワール川北部に拡大、旧ローマ族州ベルギカセクンダを支配下に収めた。さらにクロビスは 妹のアウドフレドを東元王国のテオドリックに嫁がせて同盟を固め493年にはブルグント王国の王女クロティルドとソワソンで結婚した496年から497年にかけてでアラマン二人に勝利した後王妃クロティルドの勧めでカトリックに改宗したニカヤハキリスト教徒たるクロビスは受によりカトリック信仰に居する 権力保持者の一人となった。この改修は、ゲルマン民族賞の中で初めて行われたカトリックへの改修であった。一方、西ゴート族やバンダル族はすでにキリスト教に改修していたが、その宗派はアリウス派であった。当時のガリア住民は大部分カトリックであったため、クロビスのカトリック改修は、ガリア領内のローマ系市民との絆を強化するものであった。 496年から502年までの間に回収する宣令を行った。資料では場所が明らかになっていないが、ランスのヒンクマル大司教が9世紀に強く、ランスだったとする解釈を強調して、それで、ランスが後に、フランス王様たちの性別儀式を祝うところとなった。500年には、ディジョンで、ウルグンと王国と戦い、507年には、 アルモリカ人の支援を得てで西ゴートアラリック二世を破った。この勝利で勢いをつけたクロビスはそのまま西ゴート王国の首都トールーズまで進軍しアキテーヌの大部分を獲得した。フランク王国の領土は北海からピレネーサン無役まで大きく拡張され南フランスを支配していた西ゴート王国はイベリア半島に押し込められた。この遠征の後の五百八年クロビスは 東ローマ皇帝アナスタシウス一世からローマ帝国の名誉執政官に任命された。その儀式の日、クロビスはトゥール郊外にある聖マルティヌス教会堂で皇帝から送られたシーをまとい、皇帝から送られた冠をいただいた。教会堂を出たクロビスは馬にまたがり、前帝の門から市の中央教会へと続く道を住民の混する執政官万歳。 アウグストゥス万歳という観光に迎えられながら行進した。そしてこの日から彼は混するまたはアウグストゥスと称されるようになった。この全くローマ的な儀式により武力で獲得したガリア支配がローマ帝国の最高官職という当時のヨーロッパ最高の権威によって承認された。この承認はクロビスの死後彼のこと 皇帝エスティニアヌスとの条約という形で、より正式に宣言されることになる。これらの出来事は、西ローマ帝国が、ゲルマン人の統治下にあっても依然と司法制上でも、当時の人々の意識においても存続していたことを示している。もっとも、クロビスに与えられた栄誉は、皇帝と養子縁組を行い、ローマ帝国の副帝の地位が与えられていた、東ゴート族王テオドリックと比べれば、 ごくわずかなものでもあった。508年パリに党を定め、セーヌ川左岸に、セペテロとパウロに捧げた、修道院、後のサントジュヌビエーブ修道院を築いた。その遺構は、今もパンテオン近くに、クロビス島として残る。クロビスは晩年フランク人の将王を次々に、関係にかけ、そのほとんど全てを抹殺した。それによりメロビング長は、 他の家系から脅かされることなく、300年近い、名脈を保ったと言われている。クロビスは511年11月27日に、死去し、パリの北方4キロほどの町、サンドニにある、サンドニ大聖堂に埋葬された。その医療は、フランク人特有の財産均等分割相続の、習慣に従い、4人の息子テイウデリク、クロドメール、キルデベルと、 クロタールに分割された。フランス人の伝統によれば、パリに都したクロビス一世は、フランス王国の基礎を築いた最初のフランス王であ。クロビスの生涯は、トゥール司教グレゴリウスが詳細な年代記を残している。名前未詳の女性との間に、長男を設けた。王妃クロティルドとの間には4男1女が生まれたが、一男は創生した。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。